長期投資のデータが信頼できるかどうかっていうのを、質問いただきましたが、信じていいんでしょうかと、上がり方とか今後の見通しとかですね、データの見方自体を聞かれている方もいますね。長期投資はですね、過去20年ぐらいのデータ見て、やっぱり右肩上がりなんですよね。要は SP500 の場合ですね、今話しているのは、インデックス投資の、なので、基本的にその証券投資伸びている国というと、アメリカ、あとは世界、全世界株式とかですね、そういう分散投資というのも僕はお勧めしているんですけども、基本的には伸びている国になっていくと。でフィリピンのような新興国は事業投資とか不動産投資はいいんですけれども、やっぱり証券投資というとまだ反映されてないところがあるので、基本的にはアメリカかなというところですね。日本はちょっともうどう考えても厳しいかなというところですね。で、セミ移住について聞かれてます。